明かされる和樹との過去。アスカはハルトのためにどう動くのか。366日、結局事故に遭ったハルトの意識は戻らず、昏睡状態のまま話は進んでいくようで、ハルトの彼女としてこの状況をどう受け止めるのかというアスカの心情や、家族や友人たちの思いや葛藤に、見ているこちらも感情がぐちゃぐちゃになりそうで、ずっと苦しかったです。次回からはしっかりとハルトの彼女として、彼の状況や家族と向き合い、そばにいる覚悟を決めたアスカが、ハルトの夢のためにいろいろと動き出すようで、これからどんな出来事が起こるのか緊張しますね。まず気になるのが、同じ高校時代を過ごしたカズキの事情で、今回の回想シーンでハルトと何かぶつかっているような様子がありましたし、その原因が明らかになるのか注目です。予告映像では、ハルトとカズキがプライベートで会っているときに、カズキが突き放すような言葉を言っている様子や、どこかのオフィスでハルトが謝っている様子があったり、二人にどんなやりとりがあったのか気になりすぎます。そんな中、アスカをハルトから離れさせようとしていた妹のカノンは、アスカの強い思いに心を動かされ、少しずつ信頼関係を築き始めるようで、早い段階でギスギスした空気がなくなって一安心ですね。そのカノンの頼みで、アスカはハルトの診断書を彼の勤務先の人に渡すことになるのですが、その際に彼女は、ハルトがこだわっていた店舗の壁面に飾ろうとしていたアート作品に心当たりはないかと聞かれるとのことで、東京で再会したあの夜、二人で忍び込んだハルトの思いの詰まった店舗で、彼が瞳をキラキラさせて語っていたことが思い出され、予告でその映像が出ていて、すでにぐっとと切ない気持ちがやってきます。アスカはハルトの思いを叶えてあげたいと動き出すようで、無事に見つかるのか、それはどんなものなのか。ハルトは、見たら絶対に感動するから楽しみにしててと言っていましたし、二人の高校時代に関係するものなのかなとも予想されて、ものすごい感動が待っていそうで、次回放送に向けてそわそわしますが、すごく楽しみでもありますね。前回からの流れで、どうなのかな、きっと目覚めないよな、目覚めないから切ないんだよな、と分かってはいましたが、やっぱりハルトは目覚めませんでしたね。これはとんでもない悲劇なんですが、やっぱりそうなってしまった感が強く、ハルトがいない中でこれからどう話を展開していくのかという方が気になって、なかなか入り込みにくかったです。でも最後にハルトが買ってくれていた桜の蜂蜜を食べたアスカが、やっと涙をポロポロと流したシーンは、ベタながらもジーンとくるものがありましたね。これからこうしてハルトとの新しい思い出というよりは、過去やそうだったんだという確認を感じながら生きていくんだなぁと改めて思い知らされた気がして、アスカ頑張れよとエールを送りたくなりました。そして今回は、冒頭の語りがハルトで、なぜアスカに惹かれたのかや、君が笑ってくれるなら何だってするという思いがあったことが伝えられ、
すごく素敵なエピソードなのに、もう目を覚まさないかもしれないなんて。なんという絶望だと思わずにはいられませんでしたし、ワンちゃん最後に目を覚まして、笑顔を見て終わる的な伏線なのかなぁと、あれこれ考えてしまいました。それにしても、やっぱり厄介になってくるのは、妹と親友というのが、なんとももやっとポイントでしたね。これには X でも、ほっといてあげて、や、余計なことしないでよ、と心苦しく思う声があり、みんなアスカのことを思って言ってくれているのはわかるけど、という感じで、やりきれなかったですね。とはいえ、リコが勝手に付き合ってることを言っちゃうのはダメでしょ、と思い、さらーっと話しちゃった、とか言ってくる様子に、全力で突っ込みたくなりました。付き合いたてなのに、これから一生いろんなものを犠牲にしなきゃいけない、とか、家族を傷つけることになるかも、とか、将来を考える大事な時期とか。リコが言うことはもちろん正論ですし、理解はできますが、それはまずアスカと話してからじゃないの？と思ってしまい、ちょっとおせっかいが過ぎてるよなぁと残念な気持ちになりましたね。カノンも迷惑をかけたくないって気持ちはわかりますが、彼氏が言っていたように、よそ様とかは、たとえ付き合ってない間柄でも、なかなか傷つくワードだと思うので、これからはもっと素直に伝えてほしいなぁと思いましたね。それでも最後は、昔からハルトがアスカを好きだったことも知ってるし、何より、あんな明るい彼氏がいるということは、実は愛情深い子なんだろうなぁと伝わってきたので、これからアスカにとっていい心の拠り所になりそうな気はしましたよね。ハルトの家族にとっても、家族だけでは乗り切れない感情がこれからきっとやってくると思うので、そんな時に思ってくれる彼女や友人たちがいてくれることは、支えになるんじゃないかなぁと思いました。なんですが、ハルトの大親友であろう、トモヤの肘に故障の兆しがあったり、リコは彼氏とギクシャクした感じになりそうな予感があったり、この二人に関しては、ハルトのことを考えている余裕とかなくなりそうで、ちょっと心配ですね。そして、謎の友人、カズキですが、明確に、ハルトと何かあったんだろうなぁという回想があり、その中で、金に振り回される人生のしんどさが、と言っていて、今や高層マンションで美人と朝食をとるカズキの過去と心情とハルトとの関係が気になります。きっといろいろあったんでしょうけど、そのことをずっと気にして、これからの人生を過ごすくらいなら、一歩踏み出してほしいなぁと、勝手に思ってしまいますし、ハルトがもう目覚めないかも、と知ったとき、カズキはどう振る舞うのか、今後の見どころな気がします。アスカがクラリネット講師の話を断ったときは、このままダメなメンタルのまま過ごしてしまうのかと、心配になりましたが、ハルトを手術した先生、ユリのおかげで、前向きな方向で、ハルトとその家族と向き合う決意をして、よかったなぁと、心から思いました。自分のせいで前向きになれないアスカなんて、ハルトは絶対見たくなかったと思いますし、これからは、ユリの言ったように、どうしたいか、で考え、動き、ハルトの彼女として、堂々と人生を生きてほしいなぁと思いましたね。きっとすぐには目覚めない。もしかしたら、
本当に目覚めないかもしれないハルトのそばで、アスカとその友人たちはどんな人生を歩むのか、これからさらに見入ってしまいそうで、次回も見逃せませんね。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。